連のクロス、飛び込んだのは宇野澤。これで宇野澤は11得点目。終了間際にはキーパー田中健吾もゴール前に上がり、起死回生を狙ったセットプレー。試合は1対0、長野は最後まで1点が奪えず、入れ替え戦を制したのはさぬき。残留を果たし、来シーズンも J2 を戦います。
キスは交わしたけど名前も知らない。 Is it love? それとも長野の左足、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 長